続いてバニナ・ビゲロアであります。チャリト・シルバ選手もこのチャンピオンシリーズメキシコから参加した選手であります。そしてオルテが今日はレフリーを務めます、3人3人の6人タッグなんですが、放送席にはね前の試合が終わったばかりというゴールデンペアに、ちょっと座ってもらいました、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一つ今日はねこの試合をぜひ2人に解説してもらいたいの、ね、よろしくお願いしますね。はい、2人はもうなんといってもこのタッグマッチはねベテラン中のベテランですけども、しかしまた6人タッグになると、2人2人の4人と違って1人多いだけでも随分違うもんでしょね。そうですね。はい、ナンシーなんかどうですかこの6人タッグなんか。やっぱり6人が6人でも、めちゃめちゃになっちゃうでしょね。だからやっぱり怖いですよね。はい、ビクトリア富士見もこの6人タッグは何回かやってますけどもね、はい、今日はあの自分もやってるようなつもりで一つ解説してくださいね、はい、とにかく放送していてもこの6人タッグはひとみちゃんもう忙しくて ね、どうしようもないんですけども、誰がやってるのか分かんなくなっちゃうんですよね、はい、一つ放送の間にですねデンさんとひとみちゃんはまたいろんな選手の資料なんかも入れてください。お願いしますよ、はい、さあまずマミ熊野選手とそれからルーシー香山選手が登場しております。あーっといきなりマミ熊野選手のラフファイトが出てますが、またマミ熊野選手はひとみちゃん何かあの印象が変わりましたね。髪型を変えたんですね。あ、なるほど、ね、あーすっかりあの変わります。ちょっとあの髪型を変えるだけでね、まるっきり印象が変わって、ね、あれ熊野選手かなと最初思いましたもんね、さて続いて今日はメキシカンペア、まず登場しておりますのがチャリト・シルバであります。チャリト・シルバ選手とトミー・アオヤマと早くも顔面攻撃に行きました。このチャンピオンシリーズには2人のメキシカンペアが参加しておりますけども、ゴールデンペアの2人ね、ナンシーどうなんですかこの2人の選手は。クイーンエンジェルスですか。いや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 、メキシカンペアの方ね、チャリト・シルバ、マリナ・フィゲロアですか。とにかく重たいですよね。重たいね。もう動きも遅いでしょ、はい、スローテンポで、はい、だから向こうのペースに巻き込まれたらもうダメっていう感じ。一つ一つの技が何かズシンズシンと応えるようなそんな感じが放送席でね見ててするんですけども、実際もそうですか。そうですね、やっぱり。さあマミ熊野選手が盛んにあのチョーク攻撃であります。ルーシー香山鋭く抗議しております。レフリーがオルテガ、さらばと今度はロープを利用いたしましてニードロップであります。また行くか、また行きました。トミー、トミーという声援です。今日は福岡にやってまいりました。宮殿記念体育館からの放送であります。あーっとこの野郎ルーシーが出てまいりました。ひとみちゃんね、はい、ローリングラウンというんですか、エンゼルスが今度新しく3月1日ね、CBS ソニーから出すレコードなんですけども、はい、ひとみちゃんの印象はどうですか。あのとってもやっぱり軽快でね、はい、すごくクイーンらしい曲だなと思いますね。牧上田さんにもね聞いてみたんですよね、はい、そしたらディスコ調でとっても乗りやすい歌だからね、2人に合ってていいんじゃないかなって。ディスコなんかで歌われるかも分かりませんね。そうですね。そういえば今日放送席に座っているゴールデンペアもですね、またあの4月ですか、2曲目のレコードをね、はい、コロンビアから出すんですか。そうです。題名なんか決まってます。はい、ターゲット。ターゲット、あ、これはいいな。一つゴールデンペアも2曲目ね、また大いに頑張ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。さて、ようやく牧が発令いたしまして場内が完成、ひときわ高くなっております。宮殿記念体育館、さあ今度はルーシーであります。あっとエルボーで行きました。今日はクイーン・エンデルスとビューティーペアの牧上田がコンビを組んでおります。対するはメキシカンペアとマミ・熊野選手であります。一応ブラックトリオと呼んでおきましょう。カウントが入りましたがワンであります。3人3人の6人タッグ、目まぐるしい試合になりました。どうですかこの3人がかりね、思い切ったことをやりますね。ああ牧が出ていきました。
しかし3人がかりでやられてしまいました。これはトミー青山たまりません。しかも何かあのロープに逆さづりみたいな形になってますけどもね。あれじゃあ血が頭に登っちゃって厳しいですね。そしてね、下からひとみちゃん、はい、今あの池下由美選手が髪の毛を掴んでました。見てくださいね、池下が来てるんです。4対1ですよ。ブラックトリオの登場とありました。ブラック軍団大将の池下もリング下にね、不気味な姿を現しております。トミーあるいはマキ、そしてルーシーという声が飛んでおります。あーっとやられた。腕が抜けちゃう。ひどいですね。デンさん、今日はマミ熊野選手に会いました。いや今日熊野選手ちょっと、ね、会えなかったんですよ。しまあっと、あのメキシコのね、あの篠野さんね、あのメキシコの2選手に会いましたけども、ね、ええ、あのとにかくちょっと日本の方がねスピードがあると言ってましたね。あ、そう、ええ、あのメキシコはねもう少しテンポは緩いんですよ。あ、そうですか。試合そのもの、はいはいはい、進め方がね。なるほど。日本の方はねすごくテンポがあってスピードがあると、ですからそのフィギュラとですねチャルトはちょっと戸惑ってる感じですね。そうでしょうね、はい、確かに今ゴールデンペアがねメキシカンペアに対してちょっとあのテンポがのろいんでやりにくいということを言ってますがね、スピードというと、ではひとみちゃん、やはり日本のレスリングの方が一枚上かも分かりませんね。さあ熊野真実が行きました。脳天砕きであります。トップロープから行ってさあカウント、あーっとカウント2でしたが、足がねトミー青山ロープにかかっておりました。これは救われました。しかしキンガルーキックを連発しております。最近のマミ熊野選手は本当に迫力が出てまいりましたけども、ゴールデンペアの2人はどういう風にマミ熊野選手を見てますか。ビクトリア藤見選手どうですか。もう最近はマミちゃんの方もだいぶ悪役って感じで、はい、張り切ってますよ ね、やりたい放題という感じです ね、 そうですね。ナンシーなんかマミ熊野選手どういう風に見てますか。そうですね、なんあの反則がね鋭くなったっていうか、あのいやーいったいった、あーマミクマの選手とうとう椅子を持ち出しました。オルテガまでやってますよ。オルテガまでやってます。危ない、ルーシー危ない。これはクイーン・エンデルス止まりません。クイーン・エンデルス止まらず、マキウエダも場外に転落しております。ナンシー組反則がひどくなったというね言葉が終わらないうちにマミクマの選手が椅子を持ち出しました。トミー青山ルーシーに対しまして声援が飛んでおります。宮殿記念体育館、予想通りというかやはり大変な試合になりました。相手がブラックトリオですからね、クイーンエンデルスとマキウエダコンビを組んで、まあ、おそらくねこれはあのジャッキーが入れば文句なしにナンバーワンでしょうが、ジャッキーがいなくても現在の最強トリオということは言えましょうからね。それでマキさんに先ほど話を伺ったんですけどもね、はい、ルーシーはあんまりこう考えずにすぐ突進型なんだそうですよ、でもうすぐ向かっていっちゃうからねあれですけども、はい、あのトミーがねよく相手の動きを見てるから、ほうほう、それでコンビがうまくいってるって言ってましたね。そうなの、はい、今日はねあまり自分が出しゃばらずに、はい、あの2人の動きを見てねあとフォローしていきたいってマキさんは言ってました。あ、そうですか、はい、いやトミーの方がそうですかね、トミーの方がむしろあの無我夢中で行っちゃう方かなと思ったけども、ルーシーの方がそうなのかな、これは面白いですね。ゴールデンペアなんかあの放送席から見てるとナンシーの方がなんとなくあのね、むやみやたらにカッとするようなところもあるけどどうなの意外に落ち着いてるようで、ほらカットしてやられちゃうことあるでしょう、割とでも気が短いんですね。ねえ、気が短いよね、リング上白熱したタッグ戦が続いております。今日は6人タッグであります。マミ、出ました。危ない技ですね、一つ間違えると大変であります。あーっとー、うまいうまいうまい、トミー、さあキック攻撃であります。まだいった、ハンガルーキッカーに当てました。さあ場外に転落したマミ、今度はメキシカンペアを捕まえました。あーっと思い切ったキック攻撃であります。ここで今度はルーシー加山の登場です。ルーシー加山の登場であります。チャイトシルバ選手が捕まった。さあいった、クイーンスペシャルであります。カウントが入る、カウントといけない。オルテガカウントをあの数えてる時にオルテガの手を蹴飛ばしましたよ今、マミ熊野選手思い切った反則、1本取れたかもしれない、はい、
や、いろんな反則があるけども、あのカウントを数えてるレフェリーの手を蹴るという反則は初めて見ました。さあ上からいったビューティースペシャル、カウントが入る、まだいった、これはひどい。しかしオルテガもあのカウントを数えるのやめなきゃいいのにね。マミクマノの思い切った反則攻撃がレフェリーに飛んでおります。この野郎という、さあマキロメロスペシャル、ロメロスペシャル、フリテン城の体勢に入りました。相手は重いぞ、相手は重いぞ、あとはカバーリング、カバーリング壊れました。ちょっとフォローが一瞬遅かったですね。そうなんですね。やっとブレンバスターに行きました。さあ今度はフォローがどうか、完全に行きました。最初はデンさんが言うようにフォローが遅かったんでありますが、2本目は鮮やかでした。まあ、1本目は予行演習だったんでしょう。見事に3人の息が合いました。まず1本を取りましたクイーンエンゼルス、そしてビューティーペアの牧上田、3人の手が上がりました。いつもガオガンでるね。うん、ライデンと違う。ゴールデンペアの2人をお迎えしております。1本は取ったんですけどもね、ここまで試合を見ててナンシー組どうですか。どういうことを気がつきますか。どんなことを気がつきますか。とにかくマミックマミ、あの人すごいです、あの人がすごい、あれだけ思い切って反則やれば気持ちがいいでしょうね。そうですよ ね、 ね、なんていうのかな、昔いたね、はい、麻生忍選手似てきましたね。なんか、あ、そう、ビクトリア夫人もね、何か同感という感じでうなずいてますけども、どうですか。本当麻生さんの2代目ですよ。2代目、マミ選手と同い年じゃないですか。はい、同い年ですか。一つ上です。あ、一つ上です。あ、何か持ってる人か。スパナですね。あれあれ、スパナですか。スパナを持ってるの、デンさん。すごく大きなスパナです。あ、ひどいですね。マリナ・フィゲロア選手が今大きなスパナ、危ないよ、いった、脳天に一発、牧上田やられました。一本を先取されまして、いやー、ブラックトリオがすっかりね、強気攻撃振ったようであります。オルテガの、オルテガの目をかすめて強気攻撃に行こうとしております。やられました、お腹をやられました。トミーや大山やられております。オルテガ分かりません。あっと、大きなスパナを持ち出しております。大きなスパナを持ち出しております。うまいですね。強気攻撃をしてるんですけどもね、それをオルテガに分からないようにやっております。さあルーシーが出た。しかし後ろから髪を掴んでいるのがマミクマノ選手であります。これは大変な試合であります。ブラックトリオの登場です。あっと、今度は首吊りに行くか。あー、とうとう首吊りが出ました。トミー悲鳴を上げております。あーっと、強攻撃に来ました。あーっと、危ない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 。増席がめちゃくちゃに破壊されました。マイクを、はい、マイクをそこに置いてください。どうなったんですか。あー、また放送席の前で首吊りが始まってますけども、あーっと、落とされた、ルーシーを落とされた。また放送席の前の状態が何となく流れた。あー、向こう側に行きました。向こう側に行きました。大変ですね、これは。どうなってるんですか。あー、トミー青山もかなりのダメージを受けております。トミーもやられました。放送席の前では今度は牧が怒った。牧が怒っている。依然として場外の乱闘が続いています。あ、池下由美選手も出てますね。徹底的ですね、反則攻撃。牧はやられました。場外とリングの中から2人がかりでやられました。あっと、また場外で牧がやられている。大変な試合だ、大変な試合だ。どこを見て放送していいかわからなくなりました。今赤木真理子選手がね、放送席をガードに来てくれたんですけども、とても放送できる状態ではありません。本当は一体誰と誰が対戦なんですか。そうそうそう、放送席の前でやってるから、ひとみちゃん気をつけてくださいよ。はい、赤木選手しっかりしつつこちらをガードしてもらいたいな。あーっと、ようやくリングの中の試合になりました。トミーが怒った。トミーがマミクマノ強烈なドロップキック。
そしてフライングメイヤーであります。さあ体勢を立て直しました。クイーンエンジェルスと牧上田、そしてクイーンスペシャルが炸裂スタート。ストレートか、ダメ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 であります。メチカンペアが出てまいりました。こうなったらもう一つストレート勝ちを狙ってね、一気火星に攻めてもらいたいと思います。上田、マミ、クマノを投げ飛ばしております。さあ対角線上の攻撃だーっと空振り空振り、マキうっかりしました。相手をよく見ておりませんでした。これは痛かった。フィゲロアが続いてマキを攻撃しております。今日は6人タッグをお伝えしております。大変な試合です。なんといっても相手はブラックトリオであります。さあルーシー加山が登場いたしました。パンチ攻撃はお腹、そして喉、今度は顔面に炸裂しております。満員の福岡市充電記念体育館でありますが、お客様がシーンと静まり返っております。さあどうしようというんでしょうか。メキシカンペア2人がかりの攻撃です。後ろから羽交い締め、お腹にパンチ、そして胸元、徹底的な反則攻撃、後ろからいった。大技を見せるか、そのまま決めるか、ダメであります。エビ固め、一瞬のエビ固め、しかしマミコマロが出てまいりました。ドロップキック、マキの強烈なドロップキック、そしてクイーンエンジェルスはルーシー加山の登場であります。フィゲローにドロップキック、あーっとまた場外に転落しました。また場外に落ちていった、そのままいった。クイーンロケット、クイーンロケットが炸裂しました。またいった。いやー連発であります。ルーシーが行き、トミーが行きました。今日もクイーンロケット福岡で炸裂、強烈な場外戦、強烈な場外戦。さあどうなりますか。とうとうクイーンロケットが炸裂しました。ひとみちゃん、クイーンロケットはいつ見てもスーッとしますね。でも怖いですね。はいはい、一つ間違えれば大変ですもんね。あっとまた放送席の方に来た、と突撃レポーターのデンさんがやられました。とうとうゴング、結局リング上に残っていたのはルーシー加山であります。これはストレートですよ、ストレートストレート。しかしもう荒れ狂ってましてね、はい、ゴングなんか聞こえません。ブラックトリオゴングが聞こえません。例によって大場外乱闘になりました。いやいや、デンさんも言ってますけどもね、あんまり近寄らない、近寄らない方がいいですよね、少々のことでは収まりそうにありません。2本目は場外カウンターアウト、したがってクイーンエンゼルスと、そしてユーティーペアの牧上田選手が組みました。何と言いましょうかね、ユーティークイーンエンゼルスチームが見事な勝利を収めた一戦でございました。ゴールデンペア、どうもどうも、本当にね、選手が放送席に座りますとね、場外なんとか多くなるような感じでね、特に放送席来ちゃうんですよね。はい、これから絶対放送席来ないようにしてください。
ください。100キロを超える巨大であります、モンスターリッパ、新春チャンピオンシリーズの目玉外人といいます。とにかくこの人の登場でね、各地でももう大変な話題であります。今日はジャッキーと60分一本勝負ということなんですが、放送席にはですね、クイーンエンゼルスのお二人に座ってもらいましたんでね、一つこの試合の今日は解説者よろしくお願いします。あのトミーとね、それからルーシー、ローリングラブね、なかなかあの好評じゃないですか、どうですか、あの歌を歌った感想は。難しいですね、やっぱり歌、はい、ルーシーはどう？やっぱり難しいです。そうですか、はい、しかし難しいけどもね、プロレスと同じように一つ歌の方でもこれから頑張ってくださいね。はい、ジャッキー、さて試合が始まりました。このモンスターリッパーというのはメキシコでどうなんですか、クイーンエンゼルスの2人は会ったことありますか、見たことありますか。ロサンゼルスで。あ、ロサンゼルスで見、はい、あ、そう、そういえば 3AA のミドレッドパーク会長のまあ秘蔵っ子といいますかね、ベンさん、ベンさんはこのモンスターリッパー選手インタビューしてくれましたよね。そうです、まあ、とにかくあの両親がね、はい、あのカナダの木こりなんですよ、シュンさん。ほう、あのアルバータ州のね、はい、ですからその昔からですね、木を担いだり、はい、山に登ったり、はい、そういうことしてますからね、その足腰はね、大変強靭なものがありますね。あ、そう、はい、そりゃまあね、この体ですから、とにかくひとみちゃんの3倍から4倍、ひょっとしたら5倍ぐらいあるんじゃないかな。あのジャッキーのね、胴回りとね、はい、あの太ももが同じぐらいでしょ。そうそう、雰囲気はね、マミ熊野選手に似てるんですよね。そうですね、完全に似てますね。しかしまあマミ熊野選手の完全に2倍はあるでしょう。大変な選手が日本にやってまいりました。そうですね、でもジャッキー一人じゃね、もう大変っていう感じしますね。1対1でね、今日のこの試合どういった試合経過をたどりますか。試合前にあっとちょっと打たれただけであんな痛そうにしてますけども ね、はい、試合前にインタビューしたんですけどね、あの大きいがための欠点がたくさんあると思うから、そこを早く見出してね、で攻めていきたいって言ってましたけども、ジャッキーがね、もう何でもリングの上ではね、はい、あのロープを使ったりレフェリーを使ったり、もう反則でも何でも出してね、やっちゃうと、もうやりますって言ってました。トミーなんかの実際にこの新春チャンピオンシリーズでね、はい、対戦してみてモンスターリッパーの弱点というのかな、ウィークポイントを何か使いましたか。やっぱり動きが遅いんですよね。ちょっと遅いね、はい、そのことをまだそこら辺ぐらいしか分からないですけど。ルーシーは何か作戦がありますか、この選手とやるときは。いえ、まだ全然作戦の立てようもない、はい、とにかく大きいもんね、抱え上げるんだって大変ですよね、持ち上がらない、今日もあの花輪聖子選手がね、ため息をついて見てましたけど、花輪聖子選手はまだ1回もやったことないけど、やれと言われたらもう死んじゃうなんて言ってましたよ。そりゃそうでしょうね、もう技かけられなくても乗られただけでもうダメですね、はい、格闘競技では大きいということはね、もうそれだけで一つの価値ですから、どうしようもありません。あのボクシングみたいになんかね、何級とかあったらいいのに。そうそう、無差別ですからね、しかも17歳という若さであります。ジャッキー佐藤とモンスターリッパーの対戦は超満員のお客様、息を飲んで観戦中であります。まあ、最初ね、篠さんね、来日してからですね、はいはい、いきなり8連勝しましてね、ちょっとびっくりしましたけどね、はい、まあ慣れるまではね、今もあのルーシーが言ってますけども、ちょっとどうしていいか作戦の立てようがないでしょう。やや動きが遅いということは分かっております。しかしまあこの大きさであります、問題は力。ジャッキーあの簡単にね、ロープの方でああいう体勢になると珍しいですよね、軽く押されている感じですがね。ああ、これはロープの反動を利用して、ああもうこれだけでジャッキーグロッキーであります。何かジャッキー壊されちゃうんじゃないかな、このままいったーっと体当たり、ひどいですね。これもね、彼女の得意技の一つですね。そうですよね、しかもロープの反動を利用してますんでね、完全にカウンターになっております。体が粉々になっちゃいそうって感じしますね、はい、ジャッキー何か最近はちょっとね、痩せ気味というようなね、そうですね、感じなんで、特にモンスターリッパーと対戦していますね。今のが篠さん、新しい技、ジャンピングクラッシュですね。あ、そうか、はい、しかし今やってましたね。確かにこれじゃあの砕けますよね、あっと、また先に行った。あんな感じでね、クラッシュ攻撃であります。そして今度はお腹に、あっと、ニードロップ、もう大変です。
見ていられません。とにかく100キロ以上の巨体であります。2月に今度あの牧さんと対戦しますよ。そうそうそう。ですからもう絶対怪我はね、できないって言ってましたね。それにそういえばひとみちゃんね、はい、フジテレビの方にも、私たちのところにももうたくさんのファンの皆さんがね、2月27日の日本武道館での対決ね、はい、心配して、もうやめてくれとファンのあの声援というよりも悲鳴がね聞こえてくるような気がしますが、最近のジャッキーどうですか。あのですね、あのやっぱり日に日にちょっと表情が厳しくなってきてますけども、うん、力の差はねお互いにないから、はい、あの技と技のぶつかり合いというよりもあの精神的なもののね、戦いだって言ってましたね。ですからもうどうなるか全然見当もつかないけどやるしかないっていう感じです。ファンの皆さんの一番大きな声はね、2人が戦うのは構わないんだけども、なぜ引退をかける必要があるんだと、引退することはないじゃないかと負けた方がね、こういう声なんです。実はジャッキーとマキにそれを聞いたんですけども、マキがですね、とにかくあの引退を条件に、自分はジャッキー佐藤の 3AA にねもう一回挑戦させてくださいと、もう初めからあの負けたら引退というね、なんというか背水の陣で来たんですね。でジャッキーとしてもですね、本当はジャッキーは引退をかける必要はないんですけども、そこがやはりジャッキーの友情なんですね。相手が引退をかけてきたんだから私ももし負けたら引退だと、私だけ負けたって何でもないというんじゃ、マキさんに申し訳ないというね、やはりビューティーペアの友情なんですね。それだけマキは必死、一方のジャッキーも当然それを受けて必死になったわけであります。まあこういったあのビューティーペアが思ってもみなかった引退をかけての対決という全日本女子プロレスは今や大変な時期を迎えようとしているわけなんですが、中にいてね、クイーンエンゼルスの2人なんかどういう風にビューティーペアの2人を見てますか。ルーシーどうです。やっぱり両方やめてほしくないし、ねえ、だけどやっぱり勝負の世界ですからね、はい、トミーだってね、あのビューティーペアというのはクイーンエンゼルスにとって最高の目標でしょ、ね、ですからあの負けた方が辞めるなんていうのはちょっと寂しいでしょう、目標を失ってね。結果はどうなるか分かりませんが、そういった、まあ、非常に波乱含みの新春チャンピオンシリーズであります。オルテガを利用いたしました。ジャッキーこれはうまかった。オルテガを利用いたしました。自分が言ったんじゃね、壊されちゃいます。オルテガを利用したうまい頭脳攻撃であります。ジャッキーの頭脳攻撃ちょっとひるんだ、よく持ち上げました。100キロを持ち上げました。ジャッキー、いやーこれはジャッキーじゃなきゃできませんよ、こういった技はね。え、挟んだ、思い切っていきました。ヘッドシザーズに行っておりますジャッキーです。あーっとマミが出ました、マミが出ました、マミが出ていきました。リングの下ではマキウエダが心配そうにジャッキーの試合を見守っております。またマミが行こうという体勢であります。マミが行った、マミが行った。マミはどうしてジャッキーをやっつけるのかな。さあ、あーっとよく抱え上げました。この攻撃ちょっとひるんだ、よく持ち上げました。100キロを持ち上げましたジャッキー。いやーこれはジャッキーじゃなきゃできませんよ、こういった技はね。え、挟んだ、思い切っていきました。ヘッドシザーズに行っておりますジャッキーです。あーっとマミが出ました、マミが出ました、マミが出ていきました。リングの下ではマキウエダが心配そうにジャッキーの試合を見守っております。またマミが行こうという体勢であります。マミが行った、マミが行った。マミはどうしてジャッキーをやっつけるのかな。さあ、あーっとよく抱え上げました。この重いモンスターリッパーをボディースラム、これはよくやっております。しかしブラックペアはモンスターリッパーの味方をしております。これは分かりません。なるほど、ジャッキーにしては珍しいですよね、タッチロープを使ってますもん。この際シタンを選ばず、相手は100キロを超す巨体であります。ジャッキーとしては珍しくシタンを選ばぬ攻撃になりました。今日は福岡にやってまいりました九連記念体育館。あーっとジャッキーしかしやられました。危ないぞジャッキー、相手も怒ります、相手も怒ります。あーっといった、あのニードロップは見ていても背骨が折れるような感じであります。
ひとみちゃん、この宮殿記念体育館ね、はい、いっぱいのお客様ですが、はい、ここはあの11月場所が開かれるところなんですね。そうなんですよ、はい、昭和49年から11月場所をね、やるようになったんですけどもね、だいたいここは4800人ほど入るんですよね。で、周りにはあの市営の動物園とか、はい、あとは電気館アッパーなんかあってね、はい、いろいろ展示されてるんですよ。なるほどね、はい、この宮殿記念体育館、大変立派な体育館なんですが、はい、今日はですね、どうもブラックペアがね、モンスターリッパーの味方をしてまして、はい、全日本女子プロレスの選手が完全に2つに分かれまして、両替乱闘をやっております。ここへ来た、どうしてこっちへ来ちゃうのかな、放送席の方へ。あっと、何か仲違いして完全にね、池下怒ってますよ。池下とビクトリアがやってるんですよ。顔色を変えて池下が怒ってましたね。どうしたんでしょうか。リング上はモンスターリッパーとジャッキー佐藤の対戦であります。ジャッキーが行った、押した押した、上に行ってカウント、ずわーっとジャッキー場外に転落。あれ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 、放送席の前だ。ジャッキー危ない、ジャッキー危ない。モンスターリッパーどうかこちらに来ないで、ジャッキーやられました。どうですか、ひとみちゃん。いや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 、ジャッキー完全にやられました。マキが今助けを起こします。マキがジャッキーを助けを起こします。そしてゴールデンペアも行きました。ミンも行きました。モンスターリッパーは今リング上であります。デンさん大丈夫だったねえ、直撃されましたね。今手を噛みつけられました。あ、そうですか、噛みつき、噛みつきもありますよ。あ、突撃レポーターも命かけてあります。さてリング上、ジャッキーが盛んにやられております。100キロ以上の巨体を預けます。これはたまりませんね。さあ軽々と抱え上げました。何か大人と子供の試合であります。さすがのジャッキーも相手の巨体の前には本当に小さく見えます。悠然としております。これが17歳のね、ひとみちゃん、ひとみちゃんよりも3歳も下ですよ。本当にジャッキーも思わず苦笑という場面でした。さあ行った、もうロープに持っていかれただけでどうしようもありません。あーっと、ファンの声援は悲鳴に変わっております。さあ、あっと、なんとかしようというジャッキーであります。カウントが入りましたか。ワン、いやー、これだけの巨体をコールするのはちょっと難しいかもわかりませんね。今日は放送席にはクイーンエンジェルスのトミー青山、そしてルーシー加山、2人が座ってくれております。どうですかトミー、何かあの攻略に作戦が、頭に浮かびますか。まだダメですか。あれあれ、何か持ってますね。あれだけ体が大きいのにまだ狂気がいるのかな、ひとみちゃん。もうあの体だけで狂気が同じぐらいですもんね。体がそのまま狂気ですよね。それになお狂気を使っております。脳天に一発、スパナを使っております。スパナを使っております。何もスパナを使う必要はないでしょう。いやー、しかし初めは17歳で可愛い顔をしてたんでね、放送席もやや好意的だったんですが、これは恐るべき17歳ですよ。何をやるか分かりません。新春大会のシリーズ、タッチを回っている間にしっかり悪さが身についてまいりました。狂気を持っている、逆に狂気を奪い返したジャッキーであります。あ、ジャッキーのスパナには、あーっと、熊野が取り上げます。熊野が取り上げます。熊野が取り上げた、逆にやられましたジャッキーです。しかもあの頭をやりますんでね、ジャッキーの脳天攻撃、狂気で脳天を攻撃しております。どうしてマミ熊野選手が出ていくのか分かりません。そのマミ熊野選手は放送席をじろりと一別いたしました。あー、ジャッキー喉を攻撃、目には目、歯には歯であります。これは当然です。あーっと、マンドリ打って向こう側に落ちました。すごいですね。会
沢県鶴見アナウンサーの本部席、ジャッキーは強攻撃、一方で決定中へ行った、接中へぶっつけました。さあこれは参ったでしょう、モンスターリッパー参ったか、あーっと今度は引きしてもらいました。何か全日本女子プロレスの選手が全員勝で、あー決定的です、決定的鉄柱攻撃、また行きました、エプロンから鉄柱へ、ジャッキーが珍しく怒っています。また行くか、ジャッキーも負けてません、ジャッキーも負けていません。いやー、ひとみちゃんすごい試合になりましたよね。え、あーっとオルテガをバケツでジャッキー怒った。さあ、うわーっと何か今あのどうですか、血が出てましたね。モンスターリッパー血が出ましたね。やはりあれだけ効きますね。あれだけあの鉄柱にぶつけられたら無理もありません。しかしもうね、いやー血は出てますが怖いですよ。モンスターリッパーを怒らせると怖いぞ、ジャッキー。パンチ攻撃、パンチ攻撃。あー、ジャッキーも行った。ジャッキーも気がつく、負けておりません。オルテガが散々であります。今日はオルテガやられました。とうとう血を見ました。あーっと、ジャッキーがオルテガをやっつけております。あまりの反則攻撃に。ジャッキー怒った。ジャッキー怒りました。反則を取られました。ジャッキー断念。反則を取られました。ジャッキーに対する暴行であります。あーっと、いや、反則ですね。モンスターリッパー選手の勝ちであります。ジャッキーの反則負け、反則負けであります。いやー、オルテガ怒った。いやしかし、あーすごい位置ですね。ジャッキーも返す。あーどうしたんだ、熊野、あれ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 、どうしたんですかね、今日はひとみちゃん、あれ狂ってますね。放送席の訓練です、富見青山に今熊野真美が、いやひとみちゃん、もうこの辺でお別れしましょうね。この件でお別れしましょう。伝統さんはどこ行ったか分かりませんけども、この件で宮殿に全試合60分一本勝負を行います。リングアナウンサー森山修一郎さん、これから両者をリング上に呼び上げるところであります。ついに世紀の対決の時を迎えました、日本武道館であります。選手入場、場内そして花道にパッドが入りました。いよいよこれから牧上田挑戦者の入場。そしてチャンピオン、ジャッキー佐藤も入場してまいりました。あるいは牧に、そしてあるいはジャッキーに、ファンの手が飛んでおります。ファンの手が伸びております。赤コーナーからリング上に登場しようというチャンピオンのジャッキーであります。コミッショナー宣言、全日本女子プロレスコミッショナー上田美咲よりコミッショナー宣言が行われます。上田コミッショナーより、これよりコミッショナー宣言であります。チャンピオンジャッキー佐藤対挑戦者牧上田美咲が行われます試合は、 CWA 第2日本女子プロレスコミッションギャ
着衣を不審査に合格しましたので、スリーダム A シップの世界選手権に認定いたしましたことを宣言します。ファンの悲痛な絶叫が今リング上に飛び交っております。チャンピオンベルトの返還です。おととしの11月1日同じ日本武道館のリングで牧上田から奪ったチャンピオンベルトを今返上いたしました。そして牧上田ハワイアンパシフィックチャンピオンベルト、これまた返上であります。刻一刻と世紀の対決の時が近づいております。スリーダムシングルチャンピオン150パウンド、ジャッキー佐藤。ジャッキー佐藤、本名佐藤直子、昭和32年10月30日生まれ、21歳であります。スリーダブルハワイアンパシフィックチャンピオン140パウンド、マキウエダ。マキウエダ、本名上田真紀子、昭和34年3月8日生まれ、まだ19歳であります。松永俊邦。そして審判部長の松永俊邦、今日はレフリーであります。そしてジャッジといたしまして、メキシコから JC オルテガ、そして 3AA 会長のミルドレッドバーグがはるばる海を渡って日本にやってまいりました。この試合は60分一本勝負、勝負がつかなければ3人のジャッジによる判定であります。さあ今試合前、松永俊邦レフリーが両者を改めております。立ち合い人といたしまして、松永国松、そして柳美幸、両者であります。そしてジャッジの相手は相沢健吾、リングアナウンサーから場内に60分一本勝負、それから判定について今紹介がありました。いやー宮尾さん、異様な熱気ですね。今三ツ矢サイダー1ケースに2個ついてます。デュエットグラスプレゼント三ツ矢から。朝の香りはクロワッサンとフレッシュミルクでも、本当に好きなのはメロンパン。ヤマハキャロット。Hello, Miss Jean. Hello, Miss Jean. ドライソーセージは今スナックになった。ジーンズカルパス新発売。この春 V2 を狙え。タフで薄型クリストロン V、 ピョーンは走る、マルチクロノ V、 デジタルも針もバッチリ沈むコーツ、サウスケロー。そうですね、運命のゴングが鳴りました。いよいよ60分一本勝負、試合が始まりました。あるいはジャッキーに、あるいは秋に声援が飛び交います。日本武道館、まだ両者、まだ両者組んでおりません。相手の動きをじっと守っておりますジャッキーと牧。あっと牧が得意の巻き投げ、そしてロープにふたっとエルボーは空振りであります。異様な興奮に包まれます日本武道館。戦えビューティー、青春のすべてをかけて、電光掲示板が今場内に輝いております。まだこれといった動きはありません。橋本さん、はい、2人の表情を見てどうですか。もうなんか大変、こっちまで興奮してきちゃって、はい、もう感無量です。
涙を浮かれんばかりの橋本美佐子さん。もうどっちを応援していいか分かんないんです。そうですね、はい、宮尾さん、はい、今日はあの宮尾さんは控え室でジャッキーとそれから牧の話を聞いてくださったそうですね。ジャッキーに聞きましたけどね、はい、ジャッキーはとにかく、ね、昨日は眠れずに、はい、3時にようやく眠れたんだそうですよ。あ、で目を閉じるとそのどうしても試合のことが浮かんで、なるほど、どうしても眠れなかったと、はい、今体の調子はあんまり良くないんだけども、ほうほう、ちょっとうどんをいっぱい食べられるっていう、今日は鍋焼きうどん。あ、そうですか、はい、大きな試合になるとちょっと興奮するので神経質な調子があんまり良くないということを言ってました、ね、あ、そうですか。とにかくですね、はい、試合前の気持ちはどうですかというとね、とにかく今は何も考えたくない、何も思いたくないだと、とにかく今日は自分の持てる力、プロレスの全部を出し切ったらいいなというのはジャッキーは言ってましたね。そうですか。牧はどうでしたか。牧もですね、これまた寝つかれるんですね、はい、4時に寝ついたそうです。あらあら、でも本当に目が覚めて、はい、どうしても眠れなかったと。あ、朝はちょっとですね、サラダとケーキを食べてきたんですけど、試合前はどうもね、初めてこういう試合前、そのイライラするというのを共有しましたと。なるほどね。準備体操しましたらね、なんとか落ち着きましたと、はい、まあ、今日の試合前の気持ちとしてはとにかく、コンディションはあんまり良くないけども、ちょっと昨日は腰に針を打ってもらったんですけども、良くないけどそんなことはもう関係なくですね、とにかく 勝とうと思うことにも負けないように精一杯の試合を1時間精一杯戦えたらいいということを言ってましたね。そうですか、はい、実は牧は大阪府立体育会館つい1週間前でありますが腰を強くひねっております。したがって決して今、宮尾さんからも報告がありましたがコンディションは良くありません。しかし今日のこの一戦はもうコンディションなんか言ってられません ね。 そうですね、精神力でしょう、はい、もう今日の2人の顔色見ますとね、はい、いい顔してますね、2人ともね、いい顔してますね、ヒノキ舞台でしかも引退をかけてタイトルを争う、まあ本当にスポーツの世界だけに許される爽やかな世界ですよね。両者を分けておりますのは審判部長の松永俊邦であります。この試合は60分一本勝負であります。もし勝負がつかなければ1人のレフリーと2人のジャッジ、3人によります判定制ということになっております。したがって今日はどちらかが勝ち、どちらかが負けるわけであります。決着がつくわけであります。しかも負けた選手が引退ということになります。この異様な日本武道館の興奮も当然でしょう。なんとも形容しがたいファンの大きな叫びは今ジャッキーとしています。両選手に飛んでおります。さすがに両選手の動きがちょっと硬いですね、共に仕掛けが慎重であります。今度は逆を取った、ジャッキーが牧の逆を取りました。さあ、ロープに来ている、こちらを痛い牧どうか、これは効きました。プレーにカウンターになっております。さあ、またロープに行った、また行った、膝をあてがいました。そしてストンピングであります。ジャッキーの猛攻、まずちょっと動きが止まりました。首投げに行った、さあ後ろを取った、バックを取りました。エビが止めに行こうというジャッキーであります。腰を痛めている牧どうでしょうか。懸命にジャッキーの攻撃を行います。ジャッキーが攻勢です。試合時間5分経過、5分経過。思えば昭和51年の2月ビューティーペア結成以来ちょうど3年であります。駆け巡る青春が51年の11月発売、そして真っ赤な青春52年6月、バンババンが52年の11月、青春にバラはいらない53年2月、小さい路急行愛の獣たち、2人で6曲を歌ってまいりまして200万枚を売っております。さて今放送中でありますが、クイーンエンゼルスの2人が放送席に来てくれました、ちょっと宮尾さんね、座ってもらいましょう。リングの下の方でじっと両先輩の試合を見つめておりましたクイーンエンゼルスが放送席に座ってくれました。まあ、あまり多くはね、とても聞ける状態ではありませんけども、ここまで見てね、トミー、今日のジャッキー、そしてマキ、どういう感じですか。2人ともやっぱり
あの青春のすべてをかけてっていうか、もう燃えてるっていう感じします。ルーシー、どういうふうに見てますか？はい、あのもう二度とこういう試合っていうのは見られない試合で、私たちにとっても最後にもう見る試合なので、うん、それにもうふさわしい試合をしてると思います。とにかく全日本女子プロレスにね、絢爛たる黄金時代を築いた大先輩2人の、これが最後の試合ですからね、はい、どちらが引退するにいたしましても、ビューティーペアが戦うのはこれが最後であります。一つ目に焼き付けておいてもらいたいと思います。まだこれといった動きはありません。どうしても緊張のせいでしょうか、グランド技が多くなっております。腰を痛めて今日は苦しいコンディションの牧上だ。しかし自ら引退をかけてこの 3AA の世界シングルタイトルに挑戦を申し入れております。さあ牧の構成です。ロールを絞っている牧、締め上げております。ジャッキーが苦しくなった、牧が締め上げております。渾身の力を振り絞ります牧。先ほどもご紹介いたしましたが、牧上田はまだこの時点では19歳であります。昭和34年3月8日生まれ、50年の1月ジャッキーよりも1ヶ月早く女子プロに入っておりまして、50年の3月19日大田区第一冠がデビュー戦でした。得意のドロップキック出ました。ジャッキーキックで反撃、今度はジャッキーの反撃、髪の毛を掴んで投げ飛ばしました。ジャッキーキックの連発であります。高生のジャッキー、32年10月30日生まれであります。50年の2月女子プロに入っておりまして、デビューは後楽園ホール、50年の4月20日でした。試合は8分経過、8分経過が場内に向けられました。大丈夫です。いや本当に宮尾さん、大試合といった実感がひしひしと放送席に伝わってきますね。そうですね、これは本当に二度と見られない試合ですからね、はい、一人がこのリングから姿を消すわけですから。本当にそうです ね声援するファンの胸中はいかばかりでしょうか。そしてここに決着をつけようというジャッキーと牧の胸中はどうでしょうか。今日は放送席にはニューヤンキースのキャプテン橋本美沙子さん、そしてビューティーペアとは本当に長いお付き合いで、いろんな手伝いをしてくださいました宮尾進さん、そして後輩のクイーンエンゼルスの2人が座ってくれております。さあ逆を取りました、逆を取りました。ジャッキー、マキいかにも苦しそうであります。マキ苦しそう、ああ締め付けてます。マキの手の色が変わりました、白くなりました。橋本さんね、はい、渾身の力を振り絞ってマキの腕を攻めつけております。ジャッキー、あーっと完全に逆を取った。いやーファンとしても見ていられません。思わず顔を4秒間のファンであります。両腕を取りました、ジャッキー両腕を取りました。マキ大丈夫か、のぞき込んで聞く審判部長松永俊樹。しかし牧の答えはノーであります。ギブアップいたしません。前として左腕を攻めております。ジャッキー、さあ今度は黄色の体勢に入ろうとしております。苦しそうであります。やがて試合は序盤戦を経過しようとしております。
ウィン・エンデルスのルーシー、ここまでどうですか、どちらが有利ですか、優勢ですか。本当に五分ですね。まだ五分と五分、はい、トミーはどういう風に形勢見てますか。やっぱりまだ五分と五分ですね。今日の2人の動きはどうでしょう。素晴らしい動きしてると思います。はいはい、はい、ジャッジとしてリング下に変えております。 3AA のシングルの世界選手権をかけまして、しかも引退をかけたビューティーペア真っ二つ、ジャッキーとマキの対決であります。盛んにマキ腕を攻められております。自分の腕で喉を締めている感じになりました。これはジャッキーの頭脳的な攻撃であります。これでは反則を取りようがありません。自分の腕で自分の首を締めている感じになりました。マキ怪力を発揮してなんとかこれを解こうとしております。しかし今一つ力が足りません。マキジャッキー、マキ両者に盛んな声援が飛び交っております。戦えビューティー、全身の全てをかけて連邦正義団が輝く日本武道館。さあ今度は牧がお返しであります。牧のお返し、場内の歓声ひときわ高くなっております。一見始まるかの決まり戦でありますが、両者死力を尽くしております。見応えがあります。13分を経過いたしました。この試合にかけて両者厳しい練習を積んでまいりました。まだマキもジャッキーも汗一つ流しておりません。わずかにジャッキーの背中汗ばんだという感じでありますが、まだ汗は流れておりません。さあジャッキーの腕を持ったままトップロープに上がりました。マキ上田どうしようというんでしょうか。1回転に出しました。さあジャッキー足を伸ばしてなんとか反撃しようとしております。はい、グラウンド技、いわゆるあの寝技なんですけどもね、はい、派手なあのスタンド技は今のところあまり見られておりませんね。そうですね、はい、でもあのとにかく全てを出し切ろうという気持ちで出てますね。まああの野球とねレスリング種目は違っても橋本さんもねこういったあのスポーツの世界戦っている選手の気持ち、心理はテントのより分かるんじゃないですか。もうものすごく分かるんです、ね、はい、やはりどんなに一緒にですね、はい、生活で仲良くしていても、はい、あるいは一緒に歌をしていてもですね、はい、こうして別れて戦わなければならないというのが勝負の世界の宿命ですね。そうですね、はい、もうあの自分の持ってる力を全部出し切ってほしいと思います。またここで全力を出して戦わなければですね、はい、爽やかな友情というのはいつまでも残らないでしょうからね。勝っても負けても悔いの残らないような試合をしてほしいと思います、はい、スポーツの世界ではお互いに尊敬できるテクニックを持って初めて真の友情が芽生えると言いますからね、はい、そういった意味では2人の一つ全力を出し切って、はい、この一戦を悔いなく戦ってもらいたいものであります。あーっといった、徹底的にジャッキーの腕を攻めております。さあ今度はインディアンデスロックの体勢に入ってまいりました。マキ依然としてジャッキーの足を攻めております。ジャッキー対マキ上田構成であります。マキの構成、マキが攻めれば悲鳴、ジャッキーが攻めれば悲鳴であります。悲鳴また悲鳴です。
しかしこういったような雰囲気は本当にですね、いろんなスポーツを実況放送してまいりましたけども初めてですね、はい、まさに死闘という感じですね、はい、足を固め膝を固めております2カ所攻め、牧執念の足攻撃、ジャッキーの動きがパタリと止まってしまいました。カットが入る。レフリーは審判部長の松永俊邦。これは痛いでしょうね、はい、そしてジャッキーと牧のコーナーには柳美幸、松永邦松、2人のレフリーがついております。なんとか体勢を挽回したいんですが、牧上田の必要な足攻撃予想以上に効いているようであります。ジャッキー悲鳴を上げました。ん？オリエント？メロディー奏でるデジタル三世新登場オリエント。Hello, Miss Hello, Miss。 ドライソーセージは今スナックになった。ジーンズカルパス新発売。カリフォルニアの空を切り取った輸出仕様のパステルブルーでイスズジェミニ登場。限定300台。ジェミニの試乗会は今度の土曜と日曜です。西海岸の香りあふれるプレゼントも待っています。どれどれおじさんにも見せてごらん。ついに今日ジャッキー牧引退をかけた世紀の最終の時を迎えました。日本武道館5月に終わりました。牧が攻めてもジャッキーが攻めてもファンの悲鳴、ファンの悲鳴であります。かろうじてロープに逃れましたジャッキー佐藤。トミー、ちょっとジャッキー危なくなったんじゃないかな。ジャッキーさんの今怪我してる弱いところですからね、足は。ルーシー、はい、ジャッキーはどうしたらですねこの劣勢を挽回できるでしょうかね。うまくマキさんの隙を狙って何か大技で返すしかないですね。大技で返す、はい、なるほどね。起死回生の大技がいつ炸裂するか。しかし依然としてジャッキーの足に対する必要な攻撃がついております。やはりあの緊張感からでしょうか宮尾さんね、はい、こういったグランド技が非常に多いですよね。ただ2人ともこれだけの時間戦って汗が出てませんね。両選手まだほとんど汗をかいておりません。これを分ける審判部長の松永俊邦、すでに顔面から汗を落としております。試合時間40分経過、40分を戦ってまいりました。残り試合時間20分。相沢健一リンガーアナウンサーの時間経過に今場内の歓声一段と高くなってまいりました。残り時間が20分であります。さあ牧がいった、エルボー、ジャッキーの顔面に炸裂。今度はドロップキック、これも決まりました。さあ人間勇者、高々と抱え上げたジャッキー、危ない。カウント1であります。腰から落ちました。異様な音が出ました。ジャッキー腰を打った模様であります。牧執念の人間風車。さあまた体勢が変わるか。今度は牧の構成であります。
また人間風車か、また人間風車、横に落としました。さあ牧がトップの大きな流れ、牧のフライディングボディープレス空振り、いやージャッキーバックドロップ、バックドロップ、カウントは2だ、カウント2だ。さあ今度はジャッキーが行く、ダメだ、空振り、空振り、いやーこの人起き上がることができません。ジャッキー立つか、マキ立つか、後方も両者打っております。試合時間43分経過、43分経過。テレビをご覧の皆様にも、相澤健一アナウンサーの43分経過という場内アナウンスが御身に達したことでしょう。刻々と時間が経過していきます。まだ決着がついておりません。ビューティーペア引退をかけた対決であります。ジャッキーか、あるいはマッカ、また巻き、ジャッキーの足を攻めようという作戦でしょうか。力比べになりました。ジャッキーのウィークポイントは足、さあ抱え上げた、マッカ抱え上げた、ロープにかけるか、どうするか、ジャッキーロープに逃れました、かろうじてロープに逃れました。さあ髪の毛を掴んだ巻き、ジャッキーをまた抱え上げた、危ない、逃れる逃れる、危ない危ない、パイルドライバーの体勢に持っていきました。巻き懸命に上体を揺すって逃れました。ジャッキーであります。まだ場外ですね。投げ込まれてしまいました。ジャッキーは今リングの上に上がる、妨害が関東で起きております。関東が起きております。関東が起きて上がれるか、関東で起きて最後の締めを尽くして、今高い選手がマキを振り入れました。最後のブレンバスターか、ブレンバスター完全に腰を痛めました。危ない、意識朦朧、牧上田意識朦朧、ジャッキー最後のとどめを刺すか、牧上田危ない、大ピンチ大ピンチ、上からいった、カウントはどうか、とこらえたこらえた、カウントこらえた、いやカウントワンであります。カウントワン、また後ろを取った、バックを取った、アトミックドロップ、ジャッキーのハイスタート、また行きました、マキが反省、これでマキの執念であります。一瞬の隙を伺ってマキの反撃、しかしまたすぐにジャッキーに逆を取られてしまいました。カウントが入っております。完全に後半戦はジャッキーのペースであり、あーっとカウントスリー、カウントスリー、最後は襟固め、48秒
回戦って体力の限界というのは体力をつけたんでしょうね。限界を超えて牧が止まってたんでしょうね。いやーしかし死力を尽くしたまさに死闘を演じました。これから表彰式であります。場内の明かりが落とされました。リング上にスポットライト、そして上田コミッショナーのこれから認定書登録であります。当然としております。引退をかけましたジャッキーと牧の対決、ついにジャッキーが牧上田を下しました。最後フリーダムでシングル世界選手権未来において当初のチャンピオンになりましたので、コリコリを認定します。賞がジャッキーに渡されました。デイリースポーツから、そしてフジテレビから、次々に関係各社から今勝利者賞がジャッキーに贈られております。日本武道館力いっぱい戦いましたジャッキーと牧、 3WA のタイトル防衛に成功したジャッキー佐藤であります。副賞といたしまして世界一周旅行の招待目録が贈られます。負けた牧上田に対しまして松永社長より今大トロフィーが贈られました。牧にも次々に今勝利者賞あるいは記念品が渡されております。牧上田に記念品、今牧にっこりと笑っております。敗れて悔いなし牧上田、そしてジャッキーが牧の手を挙げました。皆さんこの2人にもう一度大きな拍手を送りたいと思います。ジャッキー、ちょっとものすごい戦いでしたけども勝利をつかみました。今の気持ちを一言。もう一回もう一回というのはこの友情をいつまでもいつまでもリングの上に続けたいなという気持ちですか。引退されるのはとても悲しいことです。そうですか、はい、喜びの中にも悲しさがあるというジャッキー佐藤さんでした。宮尾進館から勝ったジャッキー佐藤へのインタビューでした。さあ今牧にマイクを向けられます。牧上田さんにインタビューするのは非常に僕の気持ちたちも辛い気持ちでいっぱいですけども、牧上田さん今引退をかけて試合を終えたしました。今の気持ちはどうですか。精一杯戦いました。どうもありがとうございました。でも敗れた牧に爽やかな笑顔が戻っております。試合をしましたけども今本当に引退をしてもいいんですか。はい、もう悔いがありません。そしてでも牧自身の口から引退して悔いなしという上田頑張るという声援が来てますけども本当に悔いがありませんか。はい、精一杯戦いました。宮尾さんが念をしてますね。牧上田さんは引退を決意してここに発表いたしました。敗れた牧上田ついに引退が決定であります。しかし橋本さん、牧上田さんに牧の花束をお送りします。そうですね、悔いのない試合をして、精一杯戦ったっていう笑顔が、はい、後輩のクイーンエンゼルスの2人どうですか。あではもう、ね、涙に暮れております。涙に暮れておりますクイーンエンゼルス。後悔も悲しみも共に過ごしてきた一人や励み、どうぞこれから本当に頑張ってあなたもお送りします。そしてマンチー組妹のように可愛がってもらいました。そして沖ライバルでした池下由美、よく3年間頑張りました。そして松永社長であります。感無量の松永社長、涙に暮れる FT のファンたち、最後のこの文具を送りたいと思います。引退の牧に今20巻このゴングであります。
青春をかけ命をかけた、これが戦う者の宿命であります。引退する牧に20カウント、目をつぶってじーっと聞いております。入ってるからわって言っちゃうよ。インジュアルとか言えよ。入ってる。あ、今手振ってくれたよ。違うよ、ちょっと手段してって言ったんだ。今ビューティーフェアの後輩たち、そして先輩がリングを降ります。残ったのはビューティーフェア2人。それでは今回のお世話の人事、もう一度大きな声援をお送りいただきます。そしてもう一度この声を聞いてみたいと思います。体育館大変な熱気ですね。本当ですね、はい、もうあの1万の観衆が入る大会場ですからね、はい、本当にあのムードが違いますよね。5年ぶりということはそうですけども ね、はい、ね、一ついい試合を期待したいですね。はい、はい、さて今日のお客様でございます。まず大変な女子プロレスファンでいらっしゃる松井和代さん、ようこそ。いやー、もうたくさんのお客様をね、この放送席にお招きしてるんですけども、はい、着物姿でお見えになったのは松井さんだけ。そうです、嬉しいですよ。あの私ね、もうめちゃくちゃのファンなんですよ。そうなんですってね、はい、毎週もテレビを見させていただいておりましてね、ゲストに呼んでください、呼んでくださいずっとお願いして、やっと呼んでいただきました。どういったところに一番惹かれてるわけですか、女子プロレスの。あのやっぱり私たちも体力がちょっと弱ってる時ってありますよね、はいはい、頭が痛いとか疲れてるとか、はいはい、そんな時にあの女子プロレスを見ますとね、はい、そんなこと言っちゃいけないと、もう同じ女性があんな風に頑張ってるんだからね、やっぱり私も頑張らないといけないと思うんですよ、うん、そうですか。だから精力剤じゃないですけれども、そんなファイト剤みたいな、ファイト剤でね、はい、まあしかしね、おしとやかな松井さんですけども、本当は格闘技が好きだと。大好きです、ね、もう大好きです、はい、という松井和代さんでございます。お願いします。もうお一人です、江藤博俊さん、ね、江藤さんはもう前にもね、はい、放送席に座っていただいて2回目ですね。2回目ですね、はい、あの時はクラッシュギャルズがまだこれほどの人気じゃなかった。まだ全然です。新人の頃です ね、 ね、でね、今日はですね、はい、最後の世界タッグ選手権、そうそう、これがね、僕すごい楽しみにしてるんですよ、はい、
ね、どういう戦いになるか、またこっちの方までね、来るんじゃないかなという気がして、ね、江藤君、半分期待してるんじゃないですか。だから、今日はどういうふうにして逃げようかなと思い切って、松井さんをかばってください。近いですね、リングと、近いんですよ。近いですね。松井さんがかばってくれるかも分かりませんね。ね、もう気分をね、ぐっと振り、はい、もう振りまけて逃げるんじゃないかと思いますよ。ちょっとよろしくお願いいたします。はい、いやーもう本当に今日の放送席大いに盛り上がっておりますが、もう一つ皆様にちょっと盛り上がってお知らせしたいことがございます。好評だった女子プロレスですね、いよいよ第2週が出ました。今度もですね、本当に盛りだくさんの内容でございます。女子プロレスファンだったらもう絶対これは見逃せないと思いますね。ぜひお買い求めください。さあ、それでは早速クラッシュギャルズの登場でございます。まずこの歌からお聴きいただくことにいたしましょう。全日本ジュニア選手権王座決定トーナメント準決勝20分一本勝負を行います。赤コーナー135番の小松美香。さすが新人王です。数多くのテープが飛んでおります場内、軽く満員のお客様に一礼いたしました。そして長堀和恵の紹介であります。いかにもおっとりしたそういった感じがいたします。長堀和恵選手でありますが、まあ、最近は空手技にも一層磨きがかかってまいりまして、強烈な決め技を持っております。長堀和恵、長堀和恵、それから斉藤真知子ですか、まあ、こういったところが新人として入ってきたんですが、その中で長堀和恵というのがもう一段抜きんでた存在だったんですがね。まあ、そうですよね、はい。まあ、昨年の新人王戦でも期待されたんですけどもね、やっぱりプレッシャーが大きかったのかね、そうですね、初戦で敗退しましたがね、はい。まあ、それからもう4ヶ月5ヶ月経ってるわけですからね、もうこの辺でやっぱりなんて言いますか、底力を見せてほしいですね。そうですね。どちらかというとスロースターターの両者の対戦を迎えました。愛知県体育館、さあ試合が始まっておりますが、どうか、あっと今ゴングが遅れてなっております。レフリーがボブ矢沢であります。
まず先手を取りましたのが長堀和江だ。おっと続いて今度は小松逆襲に転じました。さあどうするか。おっとそのまま今後頭部を打ちました小松美香。うん、なかなかあの長堀も積極的に試合を挑んでますね。松井さん、今あのちょっと攻めてますけども、長堀和也選手はね、まだあの16歳なんです、そうなんですよ、ね、さすがに詳しいですね、松井さんはね。16歳ですか、カラちゃん。16歳なの。若いな、若いんですよ。まあ、女子プロレスの場合は、今年もですね、数多くの新人が入りまして、現在14人の選手が新人生としてね、ジムでトレーニングを受けてますけども、ほとんどがですね、中学校を卒業して試験を受けるわけですよね。ですから、だって15歳ですよ。みんなほとんど15歳。まああとですね、高校を卒業してとか、あと高校を中退してっていう選手がいますけどもね、はいはい、大体新人として入ってくるときは15歳なんですよね。大体1回に何人ぐらい OK になるんですか？今年で言いますとね、2500人の応募がありまして、フジテレビの第6スタジオでね、700人、書類選考の結果700人が第2次審査を受けました。700人の中から14人ですね。すごいですね、はい、すごい競争力ですね。10人選ばれて4人が補欠ってことになりますから、これはもう東大に入るよりも難しいですよ。そうですね、はい、今ねそういったまあ新人が入ったということもありまして、宮本さん、やはりあの長堀にしても小松にしてもですね、うかうかできませんですね。さあボストンクラブの体制に入りました。さあどうでしょうか。ちょっとあの長堀和江選手なんかの試合ぶりを見てますと、まだまだ一つあの迫力不足っていうんでしょうか、思い切ったあの攻撃ができないですね。そうですね、はい、もう一つあの積極性がね、さあさあさあかけてますね。こういったものがあの出てくるようになったら、この人は素質があるだけにね、そうですよね、期待されてるんですけどもね。まああの小松美香選手も新人の頃はといいますか、最初の1年はやはり長堀選手と同じような感じでした。積極さ、こういったものがどうしても格闘技には必要のようであります。さあこの辺りからそろそろ新人王の小松美香、思い切った攻めに出ております。差下に広い愛知県体育館も超満員のお客様。試合は全日本ジュニア選手権王座決定トーナメント20分一本勝負が行われております。リング上です。依然として小松美香選手優勢に試合を進めております。まああの次第次第にお客様もね、やや緊張感が取れてきたんでしょうか。リラックスした表情になってまいりました。さあどうか、あっと長堀が反撃に移った。ドロップキック十分ではなかった。ギロチンドロップに行こうとしたんですけども、早くもこれは空振りであります。何か今一つタイミング悪い。ロープに逆に振られました。どうかと空手技を見せました。なるほど、あれがあの今一生懸命勉強中のやるキックなんでしょうか。そうですね、はい、回し蹴りですよね。回し蹴りですね、はい、さあもう一発いっか。今度は後ろに落としました。長堀がようやく反撃を見せております。さあもう一回ロープに振りました。今度はどういくんでしょうか。もう一つ後ろに落としております。ショルダースルーは2つ見せました。そしてもう1回ボディースラムでやります。上からいった。さあ粘り強く抑え込みに入ろうとしておりますが、もちろん小松美香体勢を入れ替えました。まあ、新人の試合っていうのはね、なかなかあのお互いに、絶対にもうコールだけは取られたくないというね、気持ちがよく出ております。さあ今度は小松の反撃の番でやります。さあ早くステップオーバー、ボストンクラブです。逆指固め広げてますね。ああそうですか、なるほどね。ああいったことがあるとあの気になってね、ちょっとダメなんですけどもね、はい、右の靴のね紐がね、ああそうですか、広げてるんですね。なるほどね、はい、いや江藤さんなかなか細かいところにね、髪の毛をつかまれておりまして、今長堀がレクリーにアピールいたしました。カウントを取られました。
まあ、原則としてやはり髪の毛を掴んではいけないということになってるんですけども、どうしても松井さんね、やはり女の子同士の試合ですから髪の毛に手がいっちゃうんですよね。打ちやすいですもんね。はい、でも髪の毛ってのはつかまれるの嫌なもんでしょう、ね、女性としてはね。はい、しかしどうしてもその髪にね手がいってしまいます。しかもあのだからといってですね、あんまり短くする選手がいないんですよね。小松美香なんか、まあ、あの短くしてる方なんですけどもね、短く切りたがらないんですよ女の子はね。やっぱそこがあの女心ですねそうなんです、そうなんです。さあ試合の方はもうすでに後半に入っております。長堀和恵と小松美香、うんと遠くに振られました。さあ小松の右のね靴ひもほどけておりまして、この辺りどうなんでしょうか。あっと逆転だ、ちょっと長堀のね額に汗が浮かんでまいりました。勝っております。さあ小松がいった、ヘッドバット、強烈な突きであります。もう一回いった、もう一回いった。この辺り1年先輩の小松美香、迫力のある攻撃を見せております。そして後ろに落としている。さあどうか、まだフィニッシュに持っていきません。髪の毛を持った、もう一回いく。さあボディースラムだ、決めようという体勢です。さあ長堀どうか、カウントが入る、カウントが入った、3つ入った、3つ入ってしまいました。期待されました長堀和恵でありますが、やはり小松美香に抑え込まれてしまいました。タイがため、最後はカウント3であります。いやー宮本さん、はい、どうもやはり結果は一方的でしたね。そうですね、はい、本当に小松選手の一方的な攻撃に終わってしまいましたね。そうでしたね、はい、はい、一つ待機と言われております長堀和恵ね、奮起が欲しいですね。本当ですね。超満員の愛知県体育館、今ゴングが鳴ります。そしてこれから選手が入場してまいります。30分一本勝負、6人タッグマッチを迎えました。ご覧ください、花道を通りまして、今ゴルの中の女子コースの後ろからスーダンスター、さらにはリリー・マーティンであります。まあ、いつもはですね、選手の近くへ近くへファンがね集まってくるんですけども、やはりブルーの中のスーダンスタールディー・マーティンということもありまして、ファンがですね遠巻きにしてましたですね。花道にあまり人が集まってまいりませんでした。陸上では怖いものなしの女子プロレスラーでありますが、このブルーのファン構成は本当に選手にとっては大変ですね。仲間ばかりの表情で今、縦の則王選手、そして山崎一樹、最後がレビル・マタミであります。今、リングを搬入いたしまして、赤コーナーから登場してまいりました、レビル・マタミ、山崎一樹、そして縦の則王です。ドリル試合の分、タグマッチ3分一本勝負、6本タッグマッチ30分日本勝負、赤コーナー104パンド縦の森です。縦の則王選手はねすごいでしょ、はい、いやこれからのテープが放送席にも飛んできますから、はい、注意してください、はい、そしてこれは何にしもの山崎一樹、そしていよいよ松井さん、デビル・マサミ選手ですよ。450パンド、デビル・マサミ。いやーご覧ください。松井さんも一際高くデビルに声援を送っております。さあ、デビル・マサミがおそらくこの山崎の視点立てをリードするものと思われます。続いて、ブル・中野選手です。ご意見無用、ブル中野、アンダーの頭はブルだ、ブル中野。今やもう江藤君もすっかり興奮しております。放送席、そしてスーダンスターが紹介されました。この青コーナーはおそらくリーダーはこの人、ジュディ・マーティンであります。名前を呼ばれましたがほとんど答えておりません、ジュディ・マーティン。さあ、そしてレフリーが本人松崎で始まります30分一本勝負。
松井さんは、はい、デビル正美選手のどういったところがね、あのね、ええ、やっぱあの目つきがたまんないですね。目つきがたまんない。それとね、あのデビルさんいつもあのおしゃれですね、はいはい、あのリングウェアですか。そうそう、はい、すごいあのいつもおしゃれたものを着てらっしゃって、ね、非常にあのファッション感覚がいいですよね。いいですね、ええ、もう今日はそれを楽しみに参りました。わかりました。セゴンダ、はい、さあ注目の一戦、今ゴングが鳴って回って山崎がいった、速攻でやります。さあ古中野に対しまして山崎速攻とロープを使った、あーっとこれは空振りでやります。積極的に行っております。山崎ちょっとブルが相手も場外線に持ち込みました。なるほど、この辺りは試合展開非常に速くなっております。早くも場外線でやります。場外線です。さあ山崎がやっている、あーっと古中野の立ち返すも場外線に来ております。さあ向こう側ご覧ください。放送席にはまだやってまいりません。そして阿部治郎レフリーの顔も見えております。リングサイド、いやーいきなり場外戦でした。そして山崎が上がった、デビルが上がった、縦野も上がってまいりました。先制攻撃はどうやら赤コーナーの方が功を奏したみたいですね。そうですね、ブル中野がですね、はい、もう場外戦誘い込んだんですけどもね、はい、まあ、デビルがもう真っ先に行きましたからね。なるほど、やはり場外戦デビルが1枚噛んでると、はい、これは強いですよね。そうですね、はい、あの中野選手ね、なかなかあの積極的にね、ファイトしますよね。そうですよね、はい、はい、さあ続いて縦野が出てまいりました。ところ中野ボディアタックでやります。もう一回ロープに振りました。また行くか、また行くか、強烈だ、いやーカウントが入ります。そしてブル中野今グリーマーチンにタックでやります。こういったタッチのタイミングも非常にうまくなりました。さあ今度は足が飛んだ長い足です。これは効果的、カウンターになって入っております。グリーマーティンも非常に荒っぽい選手でやります。さあ青コーナーに持ってまいりました。今度は買い上げました。どうするか、おっと木田を立って待っている、この上に落ちました。縦野のりをラッファイトの先例でやります。徹底で今度は胃袋をつかみでやります。こう攻撃に行っている、いやー愛知県体育館今ようやくのりをコールが起こってまいりました。不利な体勢に立っております。縦野のりを選手を激励しようと今のりをコールが巻き起こってまいりました。そしてスーザンスターの登場であります。魔王コーナーは次々に選手がタッチして交代であります。縦野のりを選手、あっと今あのニーパットがちょっと入りました。ここでデビルの登場だ。放送席も大変にやります。おお、ボクサースタイルだ。今軽く痛みのジャップを出しました。デビル、まあスーザンスターという人は体も小さいし、まともに2人ではデビューの敵じゃないでしょう、ね、宮本さん、やはりあのまだキャリアも2年ぐらいですからね。そうですよね、もうね、あのこれが強く違いますね。かっこいいですね、はい、全然違いますよ。とにかく貫禄十分です。おっとブル中野選手何かあの顔面でも打っていたのか、あっと今度は足を飛ばしました。さあまだ来い、おっと縦の方今トップロープに投げました。そして縦のが飛んだ、二度と綺麗に決まりました。カウントが入るか、カウント1でやります。あらー、ブロッピングにパッと縦の行きました。さあもう一発いくか、またいった、非常に高いところに入ります。縦の則雄選手、まああの縦のっていう人はあのハイジャンプをやってましてね、そういったあのハイジャンプの筋力というんでしょうか、生かしてあの高いインパクトを自分で編み出したんだそうですね、はい。続いて今デビル正美選手が登場しまして、一段と愛知県体育館歓声が高くなってまいりました。殴り合いになった。さあこれ中の負けておりませんが、やはりデビルの前ではちょっと形勢が悪い。デビルって強い、さあおっと今度はキックだ。しかしこれ中の選手も負けておりません。まああの気の強さではね、なかなか大したもんです。あっとロープの摩擦熱、これがねデビル軍団のどんだった時代から得意技の一つであります。今度は噛みつきに行きました。ブル中野噛みつきに行った、窮地を出しました。いやーちょっと今デビルが逆にお返し、大したもんだ、この辺りブル中野大したもんであります。いやー根性はね本当に見上げてるんですね、あの本当にねブル中野君のあの成長ぶりにはね、はい、舌を巻くほどですね。本当ですね、はい、大きく変身いたしました、大きく成長をいたしました。ブル中野に変わりまして青コーナーは今グリーマーティンが登場してまいりました。さあ
おそらく反則攻撃でしょう。次々に反則攻撃が出るでしょう。今あーっとロープを首に巻いた江藤君が体験です。松井さんも興奮しきっております。そして今山崎が助けに入ったが逆に古中野に捕まってしまいました。おっとまだタッチロープを巻いております。タッチロープを巻いております。レフェリーはねちょっと向こう側に手を捉えておりまして、どうも古中野の方には目がいっていないね。えやられてますね。松井さんがね大の勘というレベルの神選手とやりました。最初よかったんですがちょっとね青コーナーの戦略に勝ってしまいました。捕まった、完全に捕まった。手を伸ばすがタッチができません。さあどうするか、とこの中の一打、この辺りは迫力十分だ。完全にもう出雲正美選手はね迫力というか気持ちの上では負けませんよね。もう本当に負けてないですね。大したもんですね、はい。まあこの外人勢2人とね、最後は組んでるんですけどもね、もう自分がリードしますからね。ロープで締めてる、ロープで、ロープで締めてるよ。決定トーナメント準決勝で小松美香、中森さんが対戦しておりますが、このぐらいの、やはりこれ中のぐらいのですね、やはり迫力ある、闘志ある試合を見せてもらいたいものであります。さあ、依然としてレベルの差に対しまして反則攻撃。やりたい放題といった感じのブルナカノ。さあ今度はどうするか、セベルが飛んだ。デビルが逆襲に転じました。さあさあ来いというところ、今山崎かトップロープか、いやジャンロープから強烈なキックが入った。これは強烈、あっと山崎深追いは危ない。さあもう一回今日首の話で叩きつけております。山崎樹カウントが入ったが2でやります。いかんせん軽量です。またすぐに反撃に転じます。クールな顔がいいですね。そうですかね、非常に冷静なんですけども、しかしロープを使った派手なね飛び技というんでしょうか、大胆ですね。これが今、山崎一樹選手の大きな魅力であります。さあしかし今度はスーザンスターが出まして、おっと山崎一樹選手をくるくるやってますね。さあ横に落とすんでしょうか、あーっとこれは無理でしょうね。これはちょっと迫力がありません、スーザンスター。さあ山崎かガッチリとヘッドスターズに行こうとしております。しかしブルー中野がね少し淡々と今山崎の隙を狙っております。青コーナー、さあ今度は赤コーナーに持ってまいりまして、縦の乗り王選手に勝ってやります。おっとデビルと、そして山崎でいいか。さあファンにアピールいたしましたデビルの神。まあスーザンスターも3人攻撃を受けたんじゃちょっとこの細い体どうしようもありません。一人で十分だ、こういった感じの縦の今叩きつけております。さあもう一回たきつける、思い切ってたきつけました。上から行こう、カウントはどうかと、一台一ばかりにジュディ・マーティンが出てまいりました。ジュディすごいですね。この人は要注意、もう背中を真っ赤にしてますからね、背中真っ赤。そしてジュディ、おーっと縦の反撃だ、これはうまかった。ジュディ・マーティンちょっと当てました。さあコーナーに持ってまいりました。そしてまたデビルが捕まえる、あエプロンだ、どうするんでしょうか。鉄柱攻撃、鉄柱攻撃であります。場内が騒ぎが入ってまいりました。そして今度は逆襲に転じましたブルナカノ。おっと後頭部が気をつけてください。後頭部が気をつけてください。おっと放送席をもマイクロフォンを持った、いや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 、これは大変な気をつけ、あーっといや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 、放送席強襲、放送席強襲、めちゃくちゃになりました。大丈夫か、大丈夫か。ジュディ・マーティンが、ジュディ・マーティンが放送席、いやカウントが続けられております。あーっとジュディ・マーティンがすごい勢いで今松井さんにくっつかりました。さあリング上には海老野正美、そしてブル中野が戻っております。松井さん大丈夫、大丈夫でしたかね、え何かもう腰が抜けちゃったみたいですね。江藤君大丈夫、はい。さあようやく試合はリング上に戻ってくれました。デビルが怒った、デビルが怒った、大丈夫、あマイクがダメだ、ちょっとねこれ1本の1本で2人で使ってください。完全にマイクロフォンがダメになりました。デビル軍団のドンだった時はね、なかなか肉々しいところがありましたが、今はすっかり華麗に変身いたしました。したがってこの大きな体育館からデビルコールが巻き起こっております。そういったデビルコールを一身に受けまして今デビル正美、しかしちょっとのコーナーで起点になりました。さあブルナカノ行った、
そして今縦野を捕まえた。さあ3人攻撃が展開されるか。やはり青コーナー3人攻撃が展開されようとしております。縦野則夫、さあどうでしょうか。スーダンスターと相打ちだ。スーダンスターが今ねジュディ・マーティンを殴ってしまいました。おっとジュディが怒った。ジュディ・マーティンが怒った。仲間割れ、ご覧ください。この状況を後ろから行った。いないいない。仲間割れをしている間に今ロッチコンビが行った。さあっとこれは空振りだ。どうかっとスーダンスターのバックを取った。一気に決める。このまま行った。決まった。カウントスピードであります。大技が炸裂いたしました。ジャーマンスーツで攻撃しました。縦の時を選手に派手を兼ねやります。いやー、東京大喜び、松井竹雄さんと江藤博俊さん。いやすごい一瞬でした。最近縦野が宮本さんなかなかやるようになりましたですね。本当ですね、はい、最近の活躍目立ちますね。目立ちますね、はい、大きく成長いたしました縦野則夫選手。山崎、そして今デビル盾の3人がファンの声援に高々と手を挙げて応えております。愛知県体育館です。がフジテレビ杯争奪のジャパングランプリを迎えました。今日はですねジャンボコリ大森ゆかりというも注目の一戦でございます。実はですねこの2人はまだ一勝も宮本さん挙げていないんですよね。そうですね、はい、まあ、大森選手はあの1引き枠があるんですよね。まあ、どうしたんですかね。本当ですよ、はい、もうかつてあの 3AA のタッグチャンピオンという意味ですからね、本当ですね。奮起してもらいたいと思いますがね、はい、果たして今日はどちらがどういった内容で勝つでしょうか。一つリング上ご注目いただきたいと思います。今ゴングが鳴りました。さあジャンボコリが、そして大森ゆかりが登場してまいります。愛知県体育館であります。まあ、最近は若い人たちがですね多く台頭してきた。一方ではジャンボコリ大森ゆかり、こういったですね本当にかつて頂点に立った人がですねなんとなく精彩を欠いている。どうやら全日本女子プロレスにも新旧交代の時がやってきたんでしょうか。そういった声がある中でやはりジャンボコリ大森ゆかりもう一回という気持ちは強いでしょうからね。はい、今日はあのある意味じゃ生き残りをかけた一戦と言ってもいいんじゃないですか。もうその要素は多分にありますね。はい、はい、さあジャンボ堀が大森ゆかりがどういった試合を見せてくれますか。まず赤コーナーから登場はジャンボ堀選手であります。この人が入場してまいりますと本当に館内が華やかになってまいります。そしてリング上何か迫力がみなぎってまいります。さあ音楽が変わりました。かつての同僚の対決です。戦う者の宿命でしょうか。がっちりとコンビを組んでかつては3AA の王座を持っておりました、頂点に立っておりました大森ゆかりジャンボ堀が今青コーナー赤コーナーに分かれて対決の時を迎えました。愛知県体育館、大森ゆかり青コーナーに登場です。ただよりフジテレビ杯争奪ジャパングランプリ公式優先30分一本勝負を行います。賞金総額が1000万、優勝賞金500万、ビッグなタイトルを争います。ジャンボ堀選手右腕を突き上げます。闘志満々です。赤コーナー100人巨人担当大森ゆかり。レフリー巨人松崎。さあ大森ゆかり、そしてジャンボ堀。いやー江藤さん、はい、やはりあの、はい、ジャンボ堀大森ゆかりといったねキャリア十分の選手が登場してきますと何か雰囲気がガラリと変わってね。そうですね、迫力ありますね。翔太さん、はい、今ジャンボ堀は腰痛めてるんですか。そうなんですね。そうなんですか。まあ、あの先日もですねこのジャパングランプリでね、はい、デビル雅美選手と対決したんですけども、はい、これは同期生対決だったわけですけどもね、一方的にやられてしまいましてね。はい、そうですか。じゃあ今日も腰に寝られたらこの辺りがやはり心配ですね。そうですね、はい、女子プロレスの場合は、相手のウィークポイントというのはもうねゴングが鳴ったらですね完全に忘れて徹底的に攻めますからね。そうですね、はい、この辺りどうでしょうか。まず大森ゆかり選手が先手を取った。しかしジャンボコリ選手もすぐにかわしております。さあジャンボが今大森をロープに振っている。どうかショルダーアタックでいきました。いや動きはいいですね。はい、これまだ
松井さんはあの、はい、この両選手はねどういうふうにいつもあの、はい、テレビなんかでご覧になってますか。あのね感動ありますねやっぱり、はい、大きいでしょ。安心した動きでね、ねえー、それで体つきやっぱり大きいからあの迫力ありますね。そうそう一つの技でも、はい、まあとにかくね、この2人がリング上に登場してまいりますと本当にあのファンの間からねほっといったため息が漏れましたね。さあしかし内容はこのところ今一つといった感じの両選手の対戦を迎えております。まあ、宮本さんね、はい、怪我というのは格闘競技者にとってはつきものなんですけどもね。しかしあのジャンボ堀はもうずっと腰の痛みをね我慢しながらここ1年かかってるわけですよね。そうですね、本人は、まあ、なかなかあの、本当のことは話してくれませんでね大丈夫なのって言えば大丈夫だって言ってるんですけどもね、もうついこの間もね、はい、そうでずっと強制してもらったようですけどもね。あそうですか。やはりあのそう簡単に治ることがないですからね。そうでしょうね、はい、ましてこういったシングル戦になりますともうどの選手もですねジャンボ堀の腰が痛いことは知ってますからね、はい、そうですね徹底的にやはりここを攻めてきますね。さあ今日の大森ゆかりどうでしょうか。さあなんとか外れました。おっとジャンボがいった買い上げました。どうするでしょうか。軽々と買い上げました。あっと強烈に落としました。さあ今度は大森がちょっと腰を打ったようであります。もう一回いっか、ねえ調子を出しまして思い切って横に落としました。上からいった。しかしこれは無理、これは無理であります。何かあのやりにくそうですね2人とも。そうなんですよ ねまだあの思い切った動きが出ていないようですね。はい大森がちょっと足を伸ばしました。足を伸ばしてロープにかけております。これはロープレーク。おジャンボも行きますよ。左の膝サポーターを巻いております大森ゆかり。今ジャンボがその足を攻めております。あお互いのいいポイントの攻め合いになりました。さあ今度はジャンボが場外戦だ。さあ構造的に来るか。さあおっと叩きつけられました。今度はジャンボ堀高見場外でストンピング。どうでしょうか。ああジャンボもですね左の膝を盛んに狙っているようですね。はいようやく今ジャンボ堀リングの上に登場いたしました。しかしジャンボ堀もまた腰が痛そうですね。頑張れ頑張れ大森。さあ大森に対しまして今江藤君から声援が送られました。この両者を分けておりますのがトニー松崎であります。フジテレビ杯争奪ジャパングランプリ。おっとちょっとボクサースタイルになりましたジャンボ堀。さあまた行くか。お二人ともいい目つきしてますね。本当にね戦う者の目なんですけども ねはい。さあやはり松井さんなんか、はい、こうしてね、女性のあの格闘技なんですけども目とか表情とかにどうしてもあの注意がいきますか。いきますね。なるほど。それで皆さんねあの肌が綺麗ですね、はい、やっぱり、ね、よく動いてらっしゃるから。はい。さあ大森が反撃に転じようとしております。今ロープに振った。ロープに振った足を飛ばしました。右パットに行きました。もう一回ロープ、そしてまた右アタックに行くか。おーっと今度はドスポーンと行って魚鎮ドロップ。さあ足を落としました。カウントを入れるか。トニー松崎ヘッドスターズに行っておりますのが大森ゆかりであります。攻めてるんですけども表情を見てますと大森ゆかりも相当に苦しそうだ。さあ今度はジャンボ逆に、おっと叩きつけました。高いですね。思い切って叩きましたジャンボ堀。さあどうか。大森頑張ってという声援が飛んでいる。あるいはジャンボ堀の声援が飛んでいる。叩きつけました。見合ってやります。とーっと足音の体勢に入った。これはうまい。足音の軸がありました。どうでしょうか。山本さんまだあの完全じゃありませんか。まだ完全にはまってないですね、はい、しかしポジションはいいですね、いいですね。いいところでサッと足を向きに行きましたジャンボ堀であります。痛い痛い痛い、これは痛いよ、これこれは痛いんですよ。かけた方も、つけられた方も苦しみ技。
今15分経過が場内につけられました。30分1本勝負、ちょうど半分を経過いたしました。頑張って。さあ大森ゆかり、ご覧ください、この苦しそうな表情。ああやはり汗がどっと浸してきますね。そしてかけているジャンボ堀、閉まってますね。渾身の力を込めて足を抜きに行っておりますジャンボ堀。さあここは試合の大きなポイントになりました。大きなポイントであります。相当時間が宮本さん長くなったんで、やはりあの左膝をねちょっと痛めている大森としては苦しいですね。そうですね、はい、まあ、あの15分過ぎっていうのはまあ勝負時でもありますが、はい、やっぱりあの疲れがどうって出てくるところもあるんですよね。はい、さあなんとかロープに逃れようという大森だ。今右手で今ロープを掴んだ。おっと、いやリングサイドにはですねデビル正美選手も姿を現しております。さあそして放送席の前、山崎一樹が言っております。先ほどもご紹介いたしましたが全選手注目の一戦を迎えておりますジャンボ堀大森ゆかり、かつては 3WA のタッグの頂点に立っておりました2人、今シングルでしかも生き残りをかけまして争っております。どうでしょうか、左の手を伸ばしておりましてロープを掴んだ。これはロープブレークだ。トニー松崎ロープブレークを命じております。まああのジャンボとしては十分じゃないということを言ってるんじゃないでしょうか。まあそうですけど、はい、まあここまでロープになればもうちょっと頑張ってブレークですよね。ロープブレークでもいいですね。はい、はい、ロープブレークが命じられました。今ようやく足がほどけました。いやこれが相当効いてますね。あーっとジャンボが今上半に注ぎました。まだ足を止めております。この時期で足を止めています。さあ放送的なあーっと思いっきり叩きました。いや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 、ちょっと今度は大森が怒った。大森が怒った。大森が逆襲でやります。場外カウントが続けられております。カウントが続けられている。トニー松崎のカウントが続けられております。さあゴンが鳴る。ちょっと場外戦がエスカレートしております。場外戦エスカレートだ。まだまだカウント、今大森が行った。さあジャンボ上がれるか、ジャンボ上がれるかどうか。ゴンゴンがゴンがカウントギリギリであります。どうでしょうか、上がっていきました。今度は昭和大戦を取っております。さあ今度はスタンピング。さあ今度は大森が逆転でやります。いやジャンボが逆転しました。1点2点3点の好試合になりました。今度は足を攻めるジャンボ堀。さあ大森の足を攻める。さあいやよく蘇りましたジャンボ堀。ここまでかと思ったんですけども、よくリングラインに登場。弓矢型の体勢は完全に崩れております。崩れております。これが無理だ。しかしなんとか攻めに行ってますね。本当まあ強くと言いましたね。そうでしょうね。もう執念でも戦ってますよね、はいはい、お互いに体調が不十分。今まあどん底と言ってもいい2人の対決であります。まだ勝ち星がありません。白星がどうしても欲しい両者の戦いです。おさあ今度はジャンボ堀が噛みつきに行きました。の噛みつきが出るときは本当にもうよくよくの時なんですよ選手はね。宮本さん、本当ですよね、まあ、特にジャンボ堀選手なんかね、こういう噛みついたりということはしない選手ですよね。執念をむき出しにすること、まあ、どちらかと言いますとね恥ずかしいと思っているような選手ですからね、はい、今日はしかしもう大森もそしてジャンボ堀も執念むき出しの一戦だ。かつて2人がこれだけね燃えた試合があったでしょうか。さあ、あーっとタイムドライバーの体勢に入ったどうか。いやタイミングが悪かった。今あの顔面が落ちたんじゃありませんか。今はあの体力があるのではなくてその体勢からあの叩くとする叩き落としましたかね。なるほどね。さあ今度は使い上げた。そしてコーナーポストに捨てました。ジャンボ堀どうするか。そのまま叩きつけております。1点2点3点です。今度はジャンボ堀が優勢になった。さあジャンボが上からカウントが入る。よくこらえました。よく捉えました。さあ一気にジャーマンスープレックスホールドか。いった逆転ジャンボ堀やりました。最後は大和田
よく宮本さん、今の大技が出ましたね。本当ですね。まあ、今あの25分6秒、まあ、ジャマスクスというよりも、まあ、あの、はい、バックドロップな対象で固めましたよね。はい、そうですか。いやー、驚きました。思い切っていきましたね。まあ、その前にも大森選手パイロットダイブをやられましたね、はいはい、あと、まあ、バックドロップ、それ畳みかけられるしやりましたからね。やりましたですね。もうちょっとやっぱり仕方ないですね。そうですか、今のね、はい、いやー、今日はね、試合が始まった時にはジャンボ堀がどこ